アイカムプログラムで開発されたイダフ手法の全貌統合化されたコンピュータ支援製造は製造統合をサポートするツール、技法及びプロセスを開発する米空軍のプログラムの一つである。多くの企業のコンピュータ統合製造及びコンピュータ支援製造プロジェクトの試みに影響を与えた。アイカムプログラムはライトパターソン空軍基地における彼らの 技術近代化の取り組みとして、米空軍によって1976年に設立されそして管理されたイニシアティブであった。そのプログラムは統合家定義と呼ばれる管理と事業改善におけるモデリングと分析のための一連の標準開発を主導した。米空軍のアイカムプログラムは、オハイオ州のライトパターソン空軍基地にある米空軍物資研究所で、デニス・ウィスのスキーや、 ダンエル・シュンク他によって1976年に設立された。1970年代中頃、ジョセフ・ハリントンは、アイカムプログラムの設計で、ウィスノスキーとシュンクにアシストされ、製造企業全体を包含するコンピュータ、統合製造の概念を広げた。ハリントンは、製造を一つの、モノリシックな機能と考えた。アイカムプログラムは、新しいアプローチが、 製造会社での統合を達成するため必要であることを示した先弁であった。ウィスノスキーとシュンクは彼らのアイカムプロジェクトの仕組みを描き、共に作業しなければならなかった主治の要素を示すホイールを開発した。ウィスノスキーとシュンクは統合のため必要とされる相互依存性のウェブを理解する最初の最中であった。彼らの作業は 一連のシーケンシャルな運用から、並列な処理へ製造の焦点をシフトさせる、最初の大きなステップを代表する。アイカムプログラムは、製造統合をサポートするツール、技法、及びプロセスを開発するため、1億ドル以上を費やし、多くの企業の CIM プロジェクトの試みに影響を与えた。空軍のアイカムプログラムは、統合化努力の中心として、 データの役割を認識した。データは、機能を横切って共通でかつ共有されるべきだ。その概念は、未だに、その時間よりも進んだままである。なぜなら、ほとんどの主要な会社は、1990年代によくなるまで、データアーキテクチャへの挑戦を真剣に攻撃し始めないであろうことから。アイカムプログラムはまた、製造施設内で実行される主な活動を分析し、 文書化する方法のニーズを認識した。そこで、アイカムから管理と事業改善努力におけるモデリングと分析のための標準であるイダフ軍が登場した。イダフはアイカムデフニッションを意味する。データから真の意味を得るため、我々はまたデータが記述する世界のモデルを定式化し、それに合意したに違いない。我々はそこで、これが、 モデルの二つの異なる種類と実際に関わることを理解する製造と物品フローのためデータ交換する。これらのモデルの意味は空軍の統合化されたコンピュータ支援製造プロジェクトの早期に認識され、そして IDAF の公式なモデリングプロジェクトへの機運を高めた。IDAF は公式な機能モデリングアプローチと情報モデリング言語の使用を作成した。 さらに最近の製品データ交換のための標準に関係した米国におけるプロダクトデータ交換仕様プロジェクトとヨーロッパ経済圏におけるコンピュータ統合製造オープンシステム仕組み ISO87 プロジェクトは有用なデータ共有がそのデータ記述コンテキストの公式な意味的データモデルなしで不可能であるとの考え方をそっくりそのまま受け入れた それらそれぞれの努力のスペクトル内で、これらプロジェクトのそれぞれは、製造されるオブジェクト、物品及びプロダクトの特徴のため、及び製造と組み立てプロセスのための情報モデルの完全な備えを持つ。それぞれはまた、製品ライフサイクルの様々なフェーズの詳細な機能モデルへの約束をも持つ。これら最近の努力すべての目的は、製品設計、製造、配送、 および支援などの多くの局面での情報の交換を標準化することである。アイカム定義を使いそして提用する研究は進行した。1990年代に、例えば、ジョージア工科大学の物品取扱い研究センターとアーカンソー大学は、彼らの情報システム研究領域でそれを含めた。その領域は、物品移動と物品取扱い問題への人工知能の アプリケーションに伴わなければならない情報に焦点を当てる。MHRC の研究は機械の故障や原料不足のような計画外の出来事を取り扱うモデルと同様に製造事業体をサポートするのに必要な物品フローと同じように情報フローを含むため統合化されたコンピュータ支援製造定義アプローチを拡張することに関わる。過去の研究は 任意のサイズのパッケージを自動的にパレット化するソフトウェア、トラックトレーラーへの積み込みや荷下ろしを自動化するシステム、あるいは光ファイバーを作り上げる統合化された生産制御システムをもたらした。ありがとうございます。